こんにちは、こんばんは、ジンです。今回はタトゥーを入れることによるメリット、そしてデメリットについて私なりの意見をお話しさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まあ、私ですね、見ていただいたらわかる感じで、全体的に大きく入ってるタイプなんですけど、タトゥーが入ってる人をどう思うかというと、世間一般では乱暴な言い方をすると、バカな人とか、そういう言われ方をするんですけど、バカな人っていうちょっと乱暴な言い方だと少しちょっと語弊があるのかなというのを思っていて、後先を比較的考える能力が低い人とか衝動的な人というイメージはあります。なぜバカな人というのがちょっと乱暴かというとですね、ちょっと手前味噌なんですけど、私もタトゥー入れる以前は一応、IT 系の国家資格持ってまして、もともとは上場企業でエンジニアやってたタイプなので、賢い人ではないと思うんですけど、バカな人っていうくくりにしてしまうと、タトゥーを入れる中でもいろんな人がいらっしゃると思うので、適切な表現をした方が正しい解釈になるのかなという印象ではいます。というと、タトゥー入れてる人を肯定しているようなんですけども、決して否定も肯定もする気はなくて、一般論でおっしゃられるバカな人、言わんとすることは分かります。後先のことをしっかり考えれる人は、やっぱり入れないと私も思います。タトゥーを入れるといってもですね、結構人それぞれの意味とかがあったりすると思うんですけど、広い意味ではタトゥーを入れるっていうのは、全てにおいて自己表現っていう枠になると思うんですけど、ただその自己表現というとちょっとですね、ふわっとした、意味になるので、もうちょっと詳細に考えていくと、一定の組織に属しているみたいな表現で入れる方もいらっしゃったら、私なんかはもう完全にファッションピアスとかそういうアクセサリーの延長線上でタトゥーを考えてる人っていうのもいると思うんですけど、それはでも自分がそう思ってるだけで、日本の社会っていうのは、タトゥーっていうのは反社会的なイメージが先に先行するんで、俺はこれファッションのつもりなのにとか、私はこれファッションのつもりなのにって言って、社会が分かってくれないっていう考え方は非常にナンセンスなのかなと思います。ファッションのつもりで入れても、ファーストインプレッションとしていいイメージは持たれないっていうのは、しっかり理解した上で入れた方がいいと思います。あとデメリットとしては、例えば温泉に行けなくなるであるとか、スポーツ施設に行けなくなる、社会生活を送るダメージとしては小さいと思うので、やっぱり大きいデメリットとして考えるべきなのは、その会社とか雇用される側として、圧倒的に選択肢を狭めるということだと思います。もし入れるとするならば、個人的な経験から思うのは、いきなり腕全部埋めちゃうとかじゃなくて、ワンポイントぐらいから入れてみた方がいいと思います。あと入れる位置ですね、顔にタトゥーを入れること、あと首ですね、首、そして、もう一つが手の甲ですね、手首から上の部分、ここにタトゥーを入れるっていうのは、ワンポイントであっても、かなりリスクは伴うのかなと思います。それはなぜかというと、一般的な服装をしても隠せないからです。一般的に最も肌が隠れやすい長袖を着たとしても手首までです。例えばスーツであるとかも含めて、ほとんどの服っていうのは首から上っていうのは隠れないようになってます。なので首だとか顔だとか手の甲にタトゥーを入れるっていうのは、自然に隠すっていうのが不可能になるので、なので例えば手の甲にタトゥーを入れるっていうのは、隠すとしてはもう手袋するしかないんですよね。長袖着てるのは不自然じゃなくても、手袋してるとあれっていうふうにちょっとやっぱり引っかかりますよね。それでもタトゥー見せたいみたいな思いがある方は、例えば二の腕、上腕とかの外側に入れると、例えば半袖着たらそこから少しだけ見える、でも例えば仕事中は長袖を着るとか、
そういった感じで、まあ、隠そうと思えば隠せるし、見せようと思えば自然な服装でも見せれるようなところに入れるのがまあいいのかなと思います。まあ、ただ繰り返しになるんですけど、まあ、その仮に入れるなら、まあ、ワンポイントにした方がいいよとか、適切な位置にした方がいいですよっていうのはあるんですけど、まあ、入れないに越したことは本当にないと思います。そして、タトゥーを入れることのメリット、私の感覚ではタトゥーを入れてメリットがあったなと思うことはないです。じゃあ大きいデメリットはあるのにメリットはない、なぜ入れるのっていう話になってくると思うんですけど、私の場合はですけど、もう単純にそういうピアスだとかタトゥーが好きだからです。まあ一連の話をしてきて、百害あって一利なしっていう、まあそれを踏まえて考えると、なんとなくとかで入れるっていうのは割に合わないと思います。その気持ちがなんとなくのものなのか確かなものなのか、どう判定すればいいか、一つその判断の基準としては、どうしても入れたいって思ったら 2,3 年その考えを寝かした方がいいと思います。まあその 2,3 年後にもその情熱は変わらない、全く冷める気配がなかったら、それは本物の情熱の可能性があるので、そうしたら本当に入れるかっていうのを検討した方がいいと思います。タトゥーを入れることの私なりのですけどメリットデメリットについてお話しさせていただきました。何かの参考になれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。